大島藤子は、日本のソプラノ歌手。1957年、兵庫県神戸市生まれ、3歳より、東方学園子供のための音楽教室で学ぶ。京泉女学園高等部を経て、1977年、フェリス女学院短期大学音楽科の声楽を卒業後、ウィーン国立音楽大学声楽科とピアノ室、内学科に入学。1981年、 同大学を卒業。声楽を、江口玄師、エドウィン・サモジー、ウェイン・グリフィッツ、ツェーガー・ファンダステーネ、ピアノ、ハンス・カーン、ノーマン・シェトラート、リート・イン・ゴマー・ライナー、ツェーガー・ファンダステーネ及びダルトン・ボールド・ウィンに支持卒業後は、数多くのリーダー・アーベントのヨーロッパと日本を中心に開催。1995年から5年間、ホセバスケスの率いる。 オルフェオンコンソートのソプラの歌手として、バロック音楽のレパートリーを広げ、イタリアやオーストリアで演奏活動をする。チェンバロを呼び、オルガン奏者のインゴマーライナーと共に、リーダーアーベントを開催、1990年のシューベルト生誕200年記念コンサートとして、ウィーにより日本へ、ハンマークラビアを持ち込み、シューベルトによるプログラムで演奏旅行をした。ボンのベートーベン祭。 リンツのブルックナー祭、ウィーンのイースタークラング祭り、イタリアのオーロラ祭やアゾロのイースター祭りなどに出演。2009年、ウィーン在住33年後日本へ帰国。同年、シューベルトの歌曲だけで一晩のプログラムを歌い、ボールドウィンよりシューベルト歌手として認められ、以降ボールドウィンは伴奏者として大島を支える存在となる。2013年、 二度目のシューベルト歌曲の夕べを、ボールドウィンと開催する。また、オーストリアでは、国家公認日本語裁判通訳、翻訳者として、さらには会議通訳者として、ヨーロッパ各地で活動した。2014年7月オーストリアブルゲンランド州と自由都市、アイゼンシタット市より、ヨーゼフ・ハイドン記念名誉銀メダルを授与される。ありがとうございます。